セイキンミュージック セイキン TV を do ya。 はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、スーパーマリオメーカー組。そう、スーパーマリオメーカーっていうと Wii U とか、まあ 3DS もあるんでしょうか。自分でスーパーマリオのコースを作るっていうすごい人気のゲームなんですけど、それのグミですね。で、これ何ができるかっていうと、まあ、自分でこのマリオのグミを作って、さらにシートが入ってるので、まあそれでね、グミで自分のマリオのコースを作っちゃおうっていうグッズです。で、今日はこのグミを6パック用意しました。で、なんでこれ6パックも用意したかというとですね、そう、ここに書いてあるんですけど、ステージシート1パックにつき1枚入ってます。で、これが全6種あるんですね。なので6パック買ってみました。まあ全部違うシートが出るとは限らないんですけど、おそらくいろんなシートが手に入るでしょう。で、ここ見たらトレー全3種と書いてありました。グミを固めるグミの型ですね、それが3種類あるってことですね。はい、セット内容はこちらです。この型が全部で3種類あって、こっちがそのシートなんですけど、これが6種類あるということです。このシートに自分の好きなように貼っていくんですよ。そうするとマリオのコースができるということです。型とシートが何入ってるか見てみましょう。ほい、はい、シートがね、違う種類のやつが入ってましたね。おお、なんだか明るいステージになりましたね、こちらは。コースはさっきと同じやつですね。これ2枚目出ました。違うコース来てくれ。お、海の中のステージかな、これは。ほい、これまた明るいステージです。はい、それでは早速作っていきましょう。まずはこの粉を入れるんですね。マリオは赤だからこの粉でいこう。粉の色もね、全部で4種類入ってます。はい、今粉入れ終わったんですけど、そしたらこのスポイトを使って水をかけていくんですね。そうすると固まるらしいんだけど、おーおーおお、色が赤くなる。おお、すごいね、これ。これがマリオになるわけね。よーし、こんな感じかな。じゃあどんどん作っていきます。はい、約3分ぐらい経ったので、おそらくグミがもう固まってると思います。おお、いいんじゃない、いいんじゃない。オッケー、マリオできました。じゃじゃーん。はい、ご覧の通りたくさんできましたよ。何が何だかよくわからないかもしれないんですが、まあなんとなくね、赤いのはこれマリオです。で、これ黄色いのコインとかね。さあ、ステージを作ろう。はい、とりあえず一つステージ作ってみました。今マリオがね、ちょうどコインを取ろうとジャンプしてるとこですね。下の方にはクリボーだったり、ノコノコだったり、それから1アップキノコもいます。はい、じゃあ次空の面行きましょう。はい、空のステージできました。マリオがもうちょっとでフラワーを取るというとこです。これはテレサが出てくるようなステージだったので、テレサ乗っけてみました。もう完全にこの状況だとコインを逃してますけどね。しかもテレサに当たりそう。はい、ということで残り4つもステージ組み立てました。まあ、マリオっぽくなったかと思います。これなんかちょうどね、今もうハテナブロックポイーンってこうやってるとこですよ。空のステージもいいですね。ああ、でも最初作ったこれもなかなかいいですね。うん、あとこのテレサの面ね、ちょっともったいないけどマリオ食べてみましょう。海だからね。いただきます。うん、お、あー、グレープ味かな、ちょっと粉っぽい。はい、ということで作って楽しい、食べて美味しい、スーパーマリオメーカー組でした。また次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time。
Everything's gonna be alright.